高岡葵タスクがジャニーズ事務所の子ジャニー北川氏による性加害問題に持論をぶちまけた。高岡は19日にインスタグラムのストーリーズで、フジテレビが放送するバレーボールのワールドカップでジャニーズのタレントが出演しないことを伝えた報道を引用し、至極当然のこと、世界の恥、この機に及んでまだこの会社に利益をもたらし起用し続けるテレビ局の神経を疑う、この事務所の愛では地球を救えない、日本のテレビ局は異常中の異常とテレビ局とジャニーズの関係性に苦言を呈した。